トリックス、トリックスは、かつて、ドイツにあった独立した、模型、玩具メーカーであり、現在は、メルクリン傘下の鉄道模型メーカーブランドである。1838年に、ドイツのフィールトにおいて、ヨハン・ハフナによって創業された玩具メーカーであったが、1880年代以降に、起こった買収や合併を経て1950年に、トリックスと、社名変更された。 1997年にメルクリン傘下に入り、現在はメルクリンにおいて直流2000式のホゲージ鉄道模型ブランドとなっている。メルクリン傘下ではあるものの、メルクリンの商品展開とは一線を画した展開も行っている。N ゲージ鉄道模型はミニトリックスのブランド名で展開されている。かつてはメカノのような金属製組み立て玩具やモールス電信機。 テープレコーダー、ラジオ受信機、スロットカーなども製造していた。1838年、ニュルンベルク近郊のフィルトにおいて、ヨハン・ハフナーによって、同名の玩具メーカーとして創業された。当初は主に鉛のフィギュアを販売していた。1874年に、ヨハンが死去すると息子のコンラート・ハフナーが後を継ぎ、ヨハン・ハフナーの後継者と改名された。 1892年にアルブレヒト・クリスチャン・アレクサンダー・ビル・ヘルム・ステッドラーがヨハン・ハフナーの後継者を継いだ。1898年、ビングの創業者の一人であるアドルフ・ビングの息子のオットー・ビングに売却され、1902年には実業家のマックス・アーランガーがヨハン・ハフナーの後継者を継いだ。1910年、マックスはブリュッセル万博に 大型の鈴の兵隊のフィギュアを出品し、グランプリを獲得した。1920年、マックスは、兄弟のダビッド・アーランガーと共に、ニュルンベルクのアンドレアス・フェルトナーの会社に出資し、アンドレアス・フェルトナー合名会社とした。トレードマークは、アンォーのものを引き継いだ。ヨハン・ハフナーの後継者は、同年秋のライプツヒ展覧会に第一次、世界大戦後初めて成功な兵士や、 動物のフィギュアを出品した。1922年、アンドレアスが死去したため、アンドレアス・フェルトナー合名会社から、アンドレアスの名が外され、1925年、アンドレアス・フェルトナー合名会社と、ヨハン・ハフナーの後者は合併し、合同玩具工場、アンドレアス・フェルトナー &J ・ハフナーの後継者株式会社となった。所有者は、マックスとダビッで、ホームは、 ミヒャエル・アーランガー弁護士は、ミュンヘンのマックス・バウアーであった。1928年に株を公開し、合同玩具工場、アンドレアス・フェルトナー &J ・ハフナーの後継者、有限責任会社となった。財政危機により、ビングを退いたシュテファン・ビングが株の74%を買い占め、残りをヘルマン・オッペンハイムとジーク・フリート・カーンが買い、1929年4月に、 ニュルンベルクのコーベルガー通り15番地の元家具工場へ移転した。ステファンとジークフリートはそこでメカノに似た金属製の組み立て玩具を計画し、1930年9月にはトリックスの商標で特許を取り、1931年8月にトリックスメタルバウカステンの名称で市場に投入した。メカノでは基本的な平板防部品に一列にしか穴が、 開いていなかったのに対し、トリックスメタルバウカス店では3列の穴が開いていた。トリックスの名前の由来はここにある。メカノと並びヨーロッパ全体でトリックスの商標で販売され、有名になった。これは1998年まで製造された。1931年、シュテファンの息子のフランツ・ビングが、ロンドンのゴールドレーン4番地にトリックス社を設立し、 1932年2月には、ロンドン市場で株を公開した。同年、合同玩具工場、アンドレアス・フェルトナー &J ・ハフナーの後継者、有限責任会社ではジークフリートが社長に就任し、マックス・アーランガーは経営責任者となった。1932年からステファンとジークフリートは、鉄道模型の開発を始め、 1934年にトリックスエクスプレスを開発した。トリックスエクスプレスは、ステファンがビング時代に製造していたビング卓上鉄道を基礎として、交流 14V3000 式、縮尺1、87、期間 16.5mm のオーゲージを採用した。1935年3月、ライプツヒの展覧会にオーゲージの展覧式の機関車などが出品された。 秋のライプツィヒの展覧会では、メルクリンが同様の王ゲージを出品した。イギリスのトリックス社では、トリックスエクスプレスの製品は、イギリス風に塗られ、ヘンリー・グリーンリーの助言によりトリックスツイン、レイルウェイを略した TTR ブランドで展開され、アメリカへも輸出された。1936年、NSTP によるニュルンベルク法によって、ユダヤ人であったステファンは会社を退き、 合同玩具工場、アンドレアス・フェルトナー &J ・ハフナーの後継者、有限責任会社は、アーリジンのエルンスト・フェルクに買収された。1938年にはジークフリートが解任され、エルンスト・フェルクが1935年に、買収していた、ニュルンベルクの玩具メーカー、ヨハン・ディスラー・ゴー会社に引き継がれた。同年6月、ステファンとジークフリート、ヘルマンは、 バセットロークの協力でイギリスへと渡った。トリックス社の TTR はイギリスで独自に展開されるようになった。1939年にはマックス・アーランガーが南米へと渡った。1940年のクリスマスシーズンにタンク式機関車を発売した後、第二次世界大戦の影響で1941年にはトリックス全体で玩具・模型の製造が中断された。 第二次世界大戦中、トリックスの工場では、戦時物資のモールス電信機や、野戦電話などが製造されていた。当時のニュルンベルクは、交通や産業の要衝であったことなどから、早期に連合国の攻撃目標にリストアップされていた。1943年、玩具や模型の製品や図面を、ニュルンベルクコーベルガー通りの工場内の金庫に保管し、戦時物資は、 ニュルンベルク郊外に新たに作られた工場で製造されるようになった。しかし1945年春の空襲により、コーベルガー通りの工場は怪人に返し、金庫内に保管されていた図面も消失したため、再開は困難を極めた。戦後すぐの期間は、アメリカ向けに日用品などを製造し、1948年に自社製品である、 トリックスエクスプレスやトリックスメタルバウカス店の生産が再開された。通貨改革があったものの同年のクリスマスシーズンには非常に高い利益を上げ、スイスやオランダなどへも輸出し、1949年には生産は戦前のレベルまで復旧した。しかしながら従来製品の生産で精一杯だったため、新製品を開発できなかった。1948年、 トリックス社のフランツ・ビングやヘルマン・オッペンハイムラの旧経営者がエルンスト・フェルクに対して会社資産の返却を求め裁判を起こした。1949年、会社資産の51%をトリックス社と旧経営者が持ち、49%をエルンスト・フェルクが持つこととなった。1950年には合同玩具工場、アンドレアス・フェルトナー &J ・ハフナーの後継者、 有限責任会社はトリックス社と提携しトリックス合同玩具工場有限責任会社となった。社長はエルンスト・ヘルクで経営責任者としてマックス・エッパー・リエンが就任した。1950年の第1回ニュルンベルク国際玩具見本市では戦後初のトリックスエクスプレスの新製品としてが出品された。 1952年には入門者向けのスタートセットに当たる 69.50DM セットが発売された。このセットには機関車と貨車2台、線路1周分電源、制御機器が含まれていた。1953年には電源にディスラーの 4.5V バッテリーを使用したトリックスエクスプレス 4.5V バッテリー鉄道が発売された。同年、 交流モーターに代わり直流モーターを採用し、交流三線式から直流三線式に変更された。E94 電気機関車も直流仕様のものが発売された。1955年には、イギリスのトリックス社からトリックスエクスプレス4.5、ボルトバッテリー鉄道と同様のものが、トリックスジュニアトレインとして6ボルト仕様で発された。1955年、 イギリスのトリックス社との提携が終了し、トリックス玩具有限責任会社となった。社長には、エルンスト・フェルクの息子のバルタン・フェルクが就任した。1959年のニュルンベルク、国際玩具見本誌で、縮尺1、180の鉄道玩具として、ジーベトリックスを発表し、同年ミニトリックスの名称で発売した。これはモーターを持たない手押し玩具で、 いくつかの製品はアーノルトで作られていた。1960年代は鉄道模型市場は好調に伸び、トリックスではスイスの雑貨チェーン店の特組み、販路を広げた。新型直流モーターを搭載した機関車が多く、市場に投入された。また、イタリアのリバロッシやドイツのレーバを下請けとして、プラスチック製品の開発が始まった。1962年には、 ニュルンベルククラウス通り40番地に新しく工場が建設された。1962年にニュルンベルクの模型、玩具メーカーであったアーノルトから縮尺1、160、期間 9mm のアーノルトラピードが発売され、トリックスではそのシステムを使用した電動のミニトリック、エレクトリックを1964年に市場に投入した。同製品は、 手押しのミニトリックス製品、ジーベトリックスの絶版後、ミニトリックスと改名された。1964年、直流3000式のトリックスエクスプレスに対して、新たに直流2000式のトリックスエクスプレスインターナショナルが登場した。これはドイツ以外の国や地域の鉄道模型市場においては、直流2000式が一般的となっていたため、それらの市場に合わせたものであった。 1966年トリックス合同玩具工場エルンストフェルク合資会社と社名が変更された。所有者はエルンストフェルク、バルターフェルク、マックス・エッパー・リエン、ギュンター・クルツで支配人はマックス・エッパー・リエンとニュルンベルクの経営学習士のイルヘルムシュタインであった。1968年にマンハイムの玩具メーカーであるが支配人に加わり、 1970年にシルトクレートトリックスガング有限責任会社となった。1971年にニュルンベルク近郊フィルトのガングメーカーであるガマに買収され、トリックスマンゴルト合資会社となり、フィルトのランゲ通り71番地に移転した。1993年にはミニカーメーカーの指向と合併し、トリックス指向有限責任会社となったものの、 1996年にはトリックスの業績悪化により趣向を分離した。1997年1月にメルクリン傘下に入り、現在のトリックス模型鉄道合紙会社となった。金属製の組み立て玩具。平板状の棒部品に3列に穴が開いており、その棒を曲げたり束ねたりして、ボルトやナットで止めて様々な形を作ることができた。後年になり、 電動ユニットも発売され、レパートリーが広がった。メルクリンに買収された、翌年の1998年に発売終了した。三線式のオーゲージホゲージ鉄道模型。登場時は、交流三線式。1953年から直流三線式に変更。直流二線式のホゲージ鉄道模型。1964年に登場した。 トリックスインターナショナルとも呼ばれる。1990年代までの二線式製品は一部の部品を付け替えると直流三線式の線路で使用することができたがメルクリンに買収されてからは互換性がなくなった。メルクリン傘下においてはかつてメルクリンの展開していた直流二線式ブランドの刃物後継にあたる。しかしながらメルクリン本体とは一線を画した。 商品展開も行っている。特に、バイエルン王立鉄道の古典的な車両や、高価な新中製製品が有名。当初は、手押しの鉄道車両模型。現在では、直流2000式の N ゲージ鉄道模型のブランド名。主に、ドイツや西ヨーロッパの鉄道車両を製品化している。1959年、線路の内縮尺1、180の手押しの、 鉄道玩具としてミニトリックスを発売。手押しのためジーベトリックスやロールトリックスと呼ばれた。同じ頃イギリスのローンスターやドイツのアーノルトでも同じようなサイズの鉄道模型が開発されていたが、それらに触発されトリックスでは1964年にアーノルト企画、宿舎1、10、リメ 9mm の電動の鉄道模型の製造を開始した。電動であったこと。 大きさが違うことから、最初の頃は、ミニトリックス・エレクトリックと呼ばれ区別された。1、180の手押しのミニトリックス製品の、絶版後にミニトリックス・エレクトリック製品が、ミニトリックスの名称で販売されるようになった。1972年、トリックスの下請けメーカーであった、レーバが、N ゲージから撤退した際に、同社の N ゲージ製品を引き継いだ。 アメリカ向け製品は当初、アメリカのオーロラからポステージスタンプブランドで販売されていたが、後にブランドが売却され、コンコアやモデルパワーから販売された。1980年代にイギリスのホーンビーと提携し、縮尺1160でイギリスの車両をホーンビーミニトリックスブランドで発売したものの、数年で撤退した。イギリス向けの車両は、 トリックスが引き続いて販売した。大ゲージ鉄道模型。イギリスで展開されていたトリックス社の鉄道模型ブランド。当初は交流参戦式でトリックスツインレールウェイのブランド名が使用された。トリックスエクスプレスでは参戦式であったため、両側の走行用レールと中央のレールを使い分けることで2つの列車を同一の線路上で同時に走行させることができた。 そのため、ツインデールウェイと命名された。1935年12月に TTR が発売された当時は、ドイツ製造のトリックスエクスプレス製品をイギリスで塗り替えていたが、1936年からは、ドイツ製シャーシュを使用し、ボディはバゼット、ローク傘下のウィンターミンガム社の工場で製造するようになった。1938年以降は、ドイツの 合同玩具工場、アンドレアス・フェルトナー &J ・ハフナーの後継者、有限責任会社とは他元は勝ち、独自に製品が作られるようになった。1941年からは、戦時物資の製造が始まったため、TTR の製造は中止され、1947年から再開された。1950年から、 イギリス国鉄発足に伴い国鉄仕様の TTR が製造されたが TTR では旧製品の塗り替えであったため新製品を投入したホーオンビーデューブロやトライアングなどのライバル会社と比べ分が悪かった1952年にドイツのトリックスとの関係を生産することになりバゼットロークもトリックス社から手を引いた1956年に交流から直流に 変更され、1958年に経営危機器により、デュファイ社に買収され、工場はバーミンガムに移転した。1960年、オーストリアの製品を輸入していたミニチュアコンストラクション社の協力で、リリプットに製造を委託したプラスチック製の新製品を投入したもの、売上は伸びず、1962年にトリックス社は売却された。 1963年にイギリスの繊維メーカーの参加能に買収され、のセラネース社の工場で、プラスチック製品の製造が開始された。1967年に経営上の問題で、トリックス社はドイツのトリックスに売却され、スングレード社が設立された。1967年以降は、直流三線式をやめて、直流2000式となり、 ブランド名も TTR からトリックストレインと変更された。1971年にドイツのトリックスが買収されたが、スウングレード社では1973年まで続けられた。1974年にリリプットのイギリス市、会社であるバーウィンホビーズが引き継ぎ、1992年まで製造された。1993年以降はいくつかの製品を イギリスのダポールや香港のケーダーが引き継いだ。TTR やトリックストレインは、イギリスや英連邦諸国では、一般的であったものの、それ以外では展開はされなかった。小型携帯テープレコーダー。ディスラーのバッテリーを使用した。ドイツでは高価格帯の価格設定であったため、売れ行きは伸びず、成功したとは言えなかった。BMW2000CS のラジコン自動車。 1960年代後半に発売していた。プラスチック製で1-24スケールであった。スロットカー1-43スケールで展開された。コースは2車線と4車線のものがあった。ドイツ南東部のコーブルクで1950年にアルビン・リッケルトが創業した鉄道模型部品メーカー。社名はルーカート・コーバークを略したもの。 トリックスへは1951年から1958年まで信号機や河川、ダンプ、投下類を提供していた。トリックスへはプラスチック製客車を提供した。詳しくは令和を参照。1960年代初めからイタリアのリバロシと提携し、イタリアとアメリカでトリックスエクスプレスを発売した。また直流2000式のリバロシ製の機関車を 直流三線式仕様にしたものがトリックス、エクスプレスから発売されていた。1964年にトリックスが直流二線式を発売したため、提携は終了した。1990年代、それまで二線式線路が発売されていなかった。トリックスではフライシュマンと組1995年から同社の線路を自社のスタートセットに入れた。 1997年にメルクリンに買収されたため、提携は終了した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。